前回のあらすじ。山吹の悪事を暴くも、やはりサンジを捕まえないことには事態は好転しないと悟る馬部。自分はどうしたらいいのか。彼は街をさまよい歩く。一方その頃、サンジを締め上げ、彼との連絡手段を得た牛尾。だがどうしても馬部を見つける必要がある。彼は街をさまよい歩く。そんな中、二人の出会いは突然やってきた。チンチコール、ともです。サウンドノベル街実況プレイ始めていきたいと思います。今回でなんとパート100ということでですね、私の実況動画ではここまで到達したシリーズはありません。今までですとまあ40何回が最高でした。なので、ダブルスコア以上のですね、シリーズ数となっておりますが、まだまだ終わりません。何卒ですね、最後まで、ご視聴いただくように、お願いしたいと思います。ぜひともね、今後とも何卒よろしくお願いいたします。ということでですね、パート99、前回から時間が空いてしまったんですけれども、続きをやっていくんですが、前回はあれですよね、牛尾さんが確か刺されてバッドエンドということになっておりましたので、牛尾さんの方の選択肢を一度変えて、それでもダメだったら馬ちゃんの方のフラグ立てをしに行きたいと思います。ということでやっていきましょう。はい、牛尾さんと馬部さんが出会ってしまって、馬ちゃんが逃げ出した後、見失いまして、どこに行ったっていうので前回 A を選んで失敗しました。今回は B だとどうでしょうか。ああいう男前ならいつまでも逃げ隠れしねえはずだ。桜岡の方へ向かった。いた、いましたね。牛尾はタックルで馬部を捕まえた。助けてください。バーガー、落ち着け。何もしねえ。僕は何も喋りませんから、殺さないで。よく聞け、俺は強盗なんかしてねえんだ。ただサンジに巻き込まれただけだ。拳銃も宝石も知らないんです。話を聞け。馬部仁太郎、お前も組長だろうが。お前の助けが欲しい。知ってること全部教えてくれ。牛尾は馬部を立たせた。ここちょっとかっこいい。ちょっとじゃないね。めちゃめちゃかっこいいですよね。話ができるところ行こうや。いやー、素晴らしいですね。二人がちゃんとこうして面と向かって話してるっていうシーンは、我々が望んでいたことですからね。今までで一番望んでいたことだと思います。牛尾は馬部から全てを聞き、自分もどんな目に遭ってきたかを話した。そうか、山吹が。あなたさえ警察に出頭してくれれば、万事解決するんです。早く何とかしてください。甘いな。え、お前さんはもう、組の内情を知りすぎてる。サンジが組長の茶が使ったことだって知ってるんだ。組長、この日は大忙しの白峰組組長、白峰忠道。現在ある理由で富澤洋平宅にいるということでですね、ここのザッピング、洋平ちゃんのところで使いますので、10月の、あーみんな13日になっちゃったね。どれが使わないかな。12時台、その0時台って使わないかもしれないので、ここ外して取っときましょうかね。はい。しかし、俺が札に捕まったとしても、いずれ牛尾正美になりすました男がいたってことはわかる。組は、お前さんの口を塞ぐだろうな。そんな。まあ、ねえ、街中歩けなくなりますよね。渋谷だけじゃない、もう全国歩けなくなりますよね。助かりたかったら、道は一つだ。どうすれば。サンジを捕まえて自白させる。それから、チャカのことは黙らせる。そんなの無理だ、あいつは。その時、サンジから渡された携帯電話が鳴った。もしもし。さっきの話、本当でしょうね。サンジだ。ああ。下手打つと、今度ばかりはチャカ使いますよ。さっきの話、ちょっと思い出したいんですけれども、サンジの持っている宝石が、半分、その、牛尾さん、馬ちゃんが、実はサンジが、盗んできた宝石の半分、横取りしちゃってたんだよ。それ気づかなかったんでしょ、バーカバーカっていうのをサンジに言ったんですよね。それが本当かどうかっていう確認の電話ですね。わかってる。6時半、神宮橋。
それで電話は切れた。やるしかねえ。考えるんだ、牛と馬で。かっこいい。かっこいい。いや、かっこいい。牛尾と馬部は離れたところからロケ隊を見守っている。よし、とりあえずそれで行くしかねえが。大丈夫ですかね。どう考えても人手が足りないような気がしますけど。しかし、適当な人間がいいね。あ、詐欺山くんは。そうだ、あいつがいいか。仕事辞めたがってたし、この程度ならあれでもできるだろう。じゃあ早速行くか。というね、二人でとある作戦を立てたところですね。が、突然牛尾はタックルされた。抵抗するな、クジライ。馬ちゃん。本物の馬部にミチルが駆け寄るのが視界の隅に入った。クジライは牛尾を押さえつける。よくも騙してくれたな。おい、宝石はどこに隠した。知らねえ。俺は強盗なんかしてねえんだ。犯人なんかじゃねえ。大丈夫？ミチルが馬部に聞いた。大丈夫だよ。けど、クジライはさらに牛尾の腕を絞り上げる。いや、なんか牛尾さんだけがこういう扱いされるのかわいそうだよね。早く馬ちゃん助けてあげて。観念しろ。片割れはどこにいる。本当に知らねえんだ。俺は共犯じゃねえ。まったく、役者になりすますなんてとんだ大芝居だったな。こっちは危うく強盗犯人かくまって逃亡の手助けするところだったよ。ほら立て。クジライは強引に牛尾を引っ立てた。なんとかしてあげてよ、馬ちゃん。牛尾は顔を歪めてミチルを見た。ミチルは動けない。馬部は動け。ここは馬ちゃんは動いてほしいね。さあ、嵐はゆっくり書で聞こうか。牛尾の腕を固めたまま歩き出す。あの、ミチルが割り込んだ。何ですか？あの、いやー、ミチルさんのお手柄でした。よくぞ見破ってくれました。後で詳しい事情を聞かせてください。待ってくれ。牛尾は言った。あ？まだだ、まだカットがかかってねえ。何？まだクランクアップしてねえんだ。何も終わっちゃいねえ。こんなとこで降ろされるわけにはいかねえんだよ。僕はこれをサムネにすると思いますね。クランクアップ、その昔、映画撮影用のカメラが電動ではなく手動式だった頃、駆動用の回転ハンドルのことをクランクと言った。撮影が終了するとそのクランクから手を離すことから転じて、映画などで、撮影が終了することをクランクアップというようになった。これは知らない豆知識ですよね。ミチルとウマベはハッと牛を見る。ふざけたこと言うな。頼む、最後の場面が残ってるんだ、やらせてくれ。いい加減にしろ、この野郎。いつまで役者気取りで嫌がる。これからクライマックスが始まるんだ。寝言なら書で聞いてやる。クジライは強引に牛を押して歩き出した。待ってください。ミチルが叫んで前に回り込んだ。まだ全部終わってます。ウマちゃんの言う通り、ラストシーンが残ってます。思いがけない言葉に牛尾はミチルの顔を見た。何を言ってるんです。あなたが私にこの男のことを通報してくれたんじゃないですか。お願いです、ウマちゃんの好きなようにやらせてあげてください。こいつは馬部仁太郎じゃない。クジライは牛尾の目尻の傷跡を強くこすり、着ている服を無理やり引き上げた。この傷も入れ墨もこの通り消えやしない。いいか、こいつはヤクザ崩れの強盗犯で役者なんかじゃないんだよ。いいえ、立派な役者です。今までずっと演じ続けてきました。お願いです、最後まで演じさせてあげてください。エンドマークを打たせてあげてください。牛尾はじっとミチルを見つめた。ミチルって誰？あ、いきなり馬部がクジライに飛びかかった。逃げろ牛尾さん。よせ。あい、おい、あんた何する気だ。馬部はクジライにしがみついて離れない。まあ、ウマちゃんぐらいの大男がこれを本気でやったら、クジラ屋さんもね、イチコロですよね。早く逃げてくれ。馬、そうよ、逃げて牛尾さん。ミチルも叫んでクジラ屋にしがみついた。後ろ結構滑稽に見えるんですけどね。あんたら公務執行妨害で逮捕するぞ。早く。すまねえ。
牛尾は馬のように駆け出した。この牛尾は馬のように駆け出したっていうのがすごい好きです。何気ない文章ではあるけれども、すごい思いが詰まった一文だなって思います。さあラストシーンです。彼らの、そうですね、彼らの物語を締めくくるラストシーンと言ってもいいんじゃないでしょうか。おそらく小さなケース一つ持って牛尾は約束の場所に向かっている。稲光と共に雷鳴が轟き、大粒の雨が容赦なく顔を叩く。約束のもの持ってきてくれましたか。そこに着いた途端声がした。無表情のサンジが立っていた。ああ、ここにある。牛尾はケースを開けてみせた。中には宝石が詰まっている。本物でしょうね。くどい、見てみろ。牛尾はケースから指輪を一つ取り出してサンジに放った。サンジは指輪を顔に近づけ品定めをする。もう一つ。次はネックレスを渡した。サンジはこれもじっくりと確かめる。いいでしょう、本物だ。サンジは口を歪めて笑った。何が俺は無関係ですか。こんなにパクっておいて。確かにな。これでお前のと合わせて3億円だ。十分だろ。で、条件は。もう自首しろなんて言わねえ。どこへでも行け。だが、もしお前が捕まった時は本当のことだけを言え。単独犯だと言うんだ。俺は一切関係ない。すべてお前一人がやったことだ。しかし随分俺に有利な条件ですね。この宝石受け取った後で兄貴のことを警察に垂れ込んだらどうします。サンジは薄笑いを浮かべた。その時は白峰組が必ずお前の弾を取る。どっちにしろ白峰組には狙われてんだ。そんなの脅しにも何にもなりませんよ。お前が余計なことを歌わない限り組の方は俺が止める。一度組を抜けた兄貴にそんな力はね。お嬢さんと結婚して後目継ぐんだ。止められる。何？お嬢さんが俺に惚れてたの知らねえのか。これが証拠だ。はい、金のネックレス、これは馬ちゃんが受け取ったものですね。牛尾は襟元から金のネックレスを引き出した。亡くなった姉さんがお嬢さんに渡したものだ。同じのをいつも組長がしてるのを覚えてるだろう。わかりましたよ。じゃあ渡してもらいましょうか。牛尾はケースを差し出した。言っておくぞ、捕まっても茶化の出所は喋るな。喋ったら組のメンツにかけてお前を殺す。約束は守りますよ。その時ですね、サンジが受け取ろうとしたその時、突然覆面パトカーが突っ込んできた。牛尾とサンジはとっさに車の陰に身を隠す。二人とも動くな。クジライがドアを開け拳銃を構えた。貴様ら今度こそ逃がさねえからな。くそ、札に売りやがったな。売ったかどうか試して確かめてみるんだな。牛尾はポケットから拳銃を抜いた。な、何を。やつをやって逃げる。兄貴本気か。やらなきゃクジライからは逃げきれねえ。刑事はまずい、殺したら死刑だ。こっちも必死だよ。お前も撃て。お望み通りの共犯と行こうじゃないか。冗談じゃねえ、警官殺しはごめんだ。行くぞ。兄貴待て、クジライ。後ろは叫んで車の陰から飛び出した。警察を殺してしまうと大罪ですね。牛尾は拳銃を地面に落とした。その左腕からは鮮血が流れ落ちている。サンジはこの隙に逃げようとした。車体を揺らしながら突っ込んできたパトカーがサンジの行く手を遮った。
刑事と制服警官が車を降り、拳銃を構えた。動くな！抵抗すると撃つ！ヒゲの刑事が叫ぶ。撃つな！撃つなよ！サンジは両手を上げ、地面に膝をついた。なぜか拳銃は持っていない。ヒゲの刑事は拳銃を構えたまま、小柄のメガネの制服警官に指示を出した。メガネの警官は、倒れて雨に打たれているクジライのところに走り、その脈を調べる。はい。嘘だろ。サンジもごくりと唾を飲んでこれを見守った。やがて、制服警官は首を振った。強盗容疑および殺人の現行犯で逮捕する。ヒゲの刑事は手錠を取り出し、サンジの手首にかけた。牛尾も制服警官に取り押さえられている。違う、俺は撃たなかった。殺してないし、殺す気もなかった。俺じゃない。往生際が悪いぞ相棒。一緒に撃ったんだ。命中したのはお前の弾だろ。苦痛に顔を歪ませながら牛尾は言った。バカ言うな、あいつはデタラメ言ってるんだ。見ろ、俺はチャカなんか持ってねえ。サンジは大きく両手を広げる。嘘つけ。本当だ、さっきなくしちまったんだ。嘘じゃねえ、信じてくれ。貴様らがグルになって強盗したことは分かってるんだ。目撃者もある。その上警官殺しとはな。今から念仏でも唱えとけ。ヒゲの刑事は冷たく言い放った。待ってくれ、俺はあいつの相棒なんかじゃねえ。確かに宝石強盗は俺だ。だが俺一人でやったことであいつは何も関係ねえんだ。仲間でも何でもない。今だって本当にあいつが一人で殺したんだ。牛尾とグルだったんじゃないのか。違う、奴は単なる客だったんだ。共犯なんかじゃねえ。宝石強盗は俺一人でやったことだし、警官殺しはあいつ一人がやったことだ。嘘じゃねえ。そうか、なるほどな。死んだはずのクジライがむくりと起き上がった。面白い展開ですよね。よくわかったよサンジ、宝石強盗はお前一人でやったんだな。生きてる。拳銃持った犯人相手に防弾チョッキもつけずに来るバカがいると思うか。クジライは呆然とするサンジの横に立った。さあ署まで楽しいドライブだ。ちょっと待てよ、やった、牛は捕まえねえのかよ。パトカーが狭いんでな。君。はい。ヒゲの刑事が返事をする。牛尾は君に任せる。あとは頼むぞ。はっ、わかりました。おい。さあここまで来ると一体どんな作戦だったのかということが分かってくるんじゃないでしょうか。観念したサンジはおとなしく連行されていく。牛尾は黙ってそれを見送った。覆面パトカーに、サンジを放り込んだクジライはこちらを振り返って気持ちのいい笑顔を見せた。今回サムネ候補があまりに多すぎるんだが、ちょっとやめてくださいよ。クジライの運転する覆面パトカーはうなりを上げて走り去った。かわいいですね。牛尾は顔を上げて振り返り、にやりと笑った。はい、カット。メガネの制服警官がいきなり叫んだ。女の声だ。オッケー。警官はメガネと帽子を取った。みんなかわいい、みんないい笑顔をする。ミチルだった。やりましたね、予想以上にうまく引っかかってくれた。ヒゲの刑事も帽子とつけヒゲを取った。いやー、かわいいですね。ウマベだった。このウマベっていうのはもうザッピングしないかな。まったく、あれ、これは後ろか。まったくここまでうまくいくとは思わなかった。こうなると紛れ込んだのがロケ隊でよかったよ。宝石もあるし、拳銃も火薬も血のりまであるんだからな。え、おまけにパトカーも警官の制服も揃ってるなんてね。そんなわけあるかい。唯一不安だったのは出演者でしたね。出演者、騙され男小島三次、発砲男牛尾正美、被弾男クジライ刑事、ヒゲ刑事、宇間部仁太郎、制服警官椎名満、以上の豪華キャストでお送りいたしました。可愛らしいですね。もうニヤニヤしちゃって。宇間部も笑った。そんなことないわ、みんな最高の芝居だったわよ。特にクジライさん、あそこまでやってくれるとは思わなかった。さすがプロの刑事さんね。本当だよね、
まったくだ。あんまり真に迫ってるんで、嫌な昔を思い出しちまった。やだ、牛尾さんたら。じゃあ私、これ着替えちゃうわね。あ、僕も。ミチルとウマベは撮影用のパトカーへ向かった。いやー、可愛いですね。本当に。よかったね。作戦がうまくいって、無事にサンジの自供も取れたということでですね、チャカのこともお話ししないっていう約束はしてましたが、果たしてどうなるんでしょうか、わかりませんけれども。あ、やだ、私忘れてた。ミチルがパトカーのトランクを開けた。サギヤマくん、もういいわよ。ああ、赤い顔をしたサギヤマが現れた。ごめんね、狭いところに押し込めて。勘弁してくださいよ、もう。それでどうなりました？うん、無事終わったわ。とても助かった。ありがとう、サギヤマくん。え、でも僕何もしてませんけど。サギヤマはトランクから出ながら言った。こんなところに押し込められてかわいそうだけれども、いや、お前さんがいてくれて助かったよ。ありがとな。牛尾も歩み寄り、サギヤマの手を握った。はあ、こいつが役に立った。小道具に礼言って返しといてもらえるくれるか。また叱られるかもしれねえが。牛尾は詐欺山にアクセサリーの入ったケースと拳銃を果たした。まあよくわかりませんけど、どうせもうやめるんです。構いませんよ。最後に馬さんたちのお役に立てたならよかったです。馬さんはこっちだよ。馬部が言った。馬部だった。詐欺山は目を後ろ黒させた。ああ、そうか。じゃあこの人がお兄さんですね。あはははは。馬部と牛尾は声を揃えて笑い出した。わかった、馬さん双子だったんですか。まあそんなところだね。パトカーと入れ違いにロケバスが到着した。ドアが開き、ものすごい形相の熊野が降りる。サギヤマ、こんなとこにいやがったな。お前小道具に嘘ついて一体何してやがんだ。変だ、僕はもう助監督なんてやめるんだ、知ったことか。そうはいかねえ。てめえはこれからも俺の下でたっぷり可愛がってやる。熊野はサギヤマを捕まえ、耳を掴んでバスへ引っ張る。いった、離せ畜生、今にやめてやる。というね、ちょっとギャグっぽい終わり方になってますね、サギヤマくんに関しては。ああ、そうそう。牛尾は金のネックレスを外した。これはあんたに返さねえと。類公嬢さんにもらった大切な品だもんな。やめてくださいよ、それ考えるとまた憂鬱になる。ああ、どうしようこれ。まあせいぜい頑張るんだな。牛尾とミチルは明るく笑った。他人事だと思って。ロケバスの入り口で熊野がどやった。どやったじゃない、どなった。いつもどやっちゃう、ダメだ、どなって。ほら、うまちゃん何グズグズしてんの。早く乗って、これからあんたのラストシーンだろうが。あ、そうか。しっかりね、うまちゃん、やっとカムバックしたんだから。ミチルがうまべの背中を押す。うん。うまべは後ろに小さくうなずくと、嬉しそうにバスへと駆け出した。あんたは行かなくていいのかい。牛尾はミチルに聞いた。私は後で追いかけるから。そうか、あんたには本当に助けられた。なんて礼を言ったらいいかわからねえが。いいんです、そんなこと。それより馬じゃない、牛尾さんどうするんですか。すぐに警察へ。いや、その前に寄るとこがある。どこへ。こいつの代金払いに行かないとな。牛尾はさっき三時に品定めをさせた指輪とネックレスを見せた。一番最初に宝石店から持ち出してしまった例の品だ。はい、これについての説明なんですけれども、多分ロケで使っているものは本物ではなくイミテーションの、偽物だったんですけれども、本物であるということを三時に見せなければならなかった。それがですね、牛尾さんが、最初にあやさんに、選んでもらった本物の指輪とネックレス、あれをですね、本物だということを証明するためにですね、わざわざ三時に見せたという話でした。そうね。ミチルの笑顔には少し影があった。で、頼みがあんだけどな。何？
俺と一緒に店まで行ってもらえねえかな。まさか盗品のままであんたにプロポーズするわけにはいかねえからな。プロポーズだ。椎名みちるにプロポーズする。それが今日からの大問題だった。ということで、ザ・ロングマン牛缶でございました。お疲れ様でございました。最高のエンディングですね。はい、あれって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、牛尾さん編、まあこの後にやる馬ちゃん編もなんですが、牛馬に関しては3日で終了となります。ですので、パート100にてですね、牛尾さんの完結迎えられたこと、めちゃめちゃタイミングがいいなと個人的には感じております。この後ですね、パート101、次回のパートでは馬ちゃんの方、最後どうなっていったのか、それと、ですね、牛尾さんが、サンジと合流している間、馬ちゃんが、あとみちるさんがですね、一緒に何をしていたのかっていうところもですね、一緒に合わせて、見ていきたいと思いますので、どうかお付き合いのほど何卒よろしくお願いいたします。ということで、今回はこの辺で終わりにしていきましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回に続きます。